マッティさんよ。はい。7月の7日は七夕でしたが、うん、はい、何か狙いましたか？一日過ぎてる。北海道は8月だからね。そうなのよ。北海道って7月じゃないから。8月の 8月の7じゃない？あれ？8、7。本当こんな感覚じゃん。島民にとって七夕って。そう、だから言うほどね、馴染みがないのよ。お星様に願う前に努力した方がいいと思う。ミッキーさんともよく言って。イマジネーション一つに数百円のものを見た目だけで作っていこうと。信じられないかもしれないですけど、はい、300円の味がします。うわぁ、工藤咲のステマ。マッティ聞いて、はい、最近私あのドラマでね、失恋ショコラティエのね、再放送を見てるんですけど。夕方の。いや、当時もね、普通に再放送で、ね、放送してた時もすごい好きだったんですけど、あのドラマを見てると、めっちゃチョコレート食べたくなる。ああ、なるほど。わかります？一つ数百円みたいな、うん、ちょっといいやつね。女子の夢じゃないですか。あれをいっぱい食べたいっていう。そう、うん。今日はね、その夢を叶えようと思ってるんです。はい、あら、やらしい。用意しましたのは。はい。ちょっと待って安いやつ、うん、それを、うん、お皿の上に出してトッピングしていくっていうね。これで一粒数百円のものを見た目だけでも作っていこうって。だってそしたらさ、超コスパよくない？気分だけ高めようっていう想像力、イマジネーションです。イマジネーションって大事よ。ミッキーとイマジネーションなんて、イマジネーションって言ってた。しばらくお顔見てないけど、ミッキーだけ。あれ出した。これでもまだ全部出しちゃった。確かに、白いお皿に並べると高級感が増すね。チョコペンで、これは。うわ、これね、くるみ乗せたい。うわ、もう高級感見て、これ。いや、ドライフルーツ。いいね、いいね、ドライフルーツ。そのなんかホワイトチョコをこうしましまに乗せてるのとかはありそう。よいしょ、できた。じゃあ見てください。ちょっと遊び心で好きって書いてみました。やだ、下から行くのね。高そうに見えるよ、これも見て、これもうわー、まあ、高い。せっかくなんで、はい、いただいてみますね。はい、どんな味するんだろう。どうも、待って食べるよ。信じられないかもしれないんですけど、はい、300円の味がします。うわー、すごい、なにこれ、500円の味する。やだ。ずっとね、その出来合いのチョコレートの上にね、溶かしたチョコレート塗ってね、出来合いのもの乗せてね、美味しいって言われてもね、それは美味しいだろうとしか。でも大事なのは、これお店で買うと200円とかするかもしれない。高級チョコを自分のイマジネーションの力で高めれば食べ放題ですよ、こんなもん。ステマは毎週水曜日配信。番組の裏側を綴ったマッティのステマの裏側をノートで絶賛公開中です。チャンネル登録もお願いします。お願いします。